ーリーニョにスパーズがポチェッティーノの2倍の年俸払うそうだけど、だったらその年俸の上乗せ分エリクセンの年俸にしてあげて契約延長してたら、そもそもこんなことになってなさそう。で、おなじみ、リオザフトボールでーす。まあね、エリクセンっていう主力のね、もうエリクセンいるといないとで全然変わるのが、スパーズっていうチームですから、なんでね、そこがね、まあ改善されるだけで結構運命違ったんじゃないかっていうふうに思うのが、僕の一つの仮説です。というわけで始まりました、がっつり解説。今回ね、ちょっと今まで見てた方、見てくださってた方にはちょっと違和感あると思うんですけども、ちょっとね、中田敦彦さんの YouTube チャンネルっぽくなってると思うんです。これですね、僕の、レオザフットボール TV。これがね、こうスタートするきっかけとなったゲーム YouTuber のちゃまくんからですね、まあアドバイスを受けました。ましてね、このチャンネルの中でこうね、授業的な感じでした方がですね、新しく入ってきた人たちがまあ楽しめてって言いますか、ちょっとね、チャンネルとしてもすごくね、有意義なものになるんじゃないかということで、今回ね、チャレンジ的にね、最初から否定していたらダメですから、やっぱり、ね、修正でいいものは取り入れていくって感じでちょっとやっていこうと思いますので、なんでね、でもダメだったらすぐ前の形に戻りますんで、なんかね、見守って、いろいろね、改善点とかアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで今回ですね、取り上げるのはこの人。はい、ジョゼ・モーリーニョですね。もう最強の名称って感じで、今日はあのね、凶悪とかの凶の方が似合うかなっていうふうに思うんですけども、今回ですね、スパーズの監督として、ポチェッティーノの後任として呼ばれました。このね、モーリーニョをですね、まあ、深く知ることによって、今後のね、スパーズとしてですね、指揮を取るモーリーニョ、そしてスパーズ自体も楽しめるようになるかと思って、企画した次第です。で、今回はね、5つのポイント、実績、経歴、特徴、戦術、実像っていう感じで、このね、4つをまとめて、この5のね、モーリーニョの実像っていうのが見えてきたらいいかなっていうふうに、個人的に思っています。というわけで、モーリーニョをですね、まず、まあ、実績の話していきましょう。モーリーニョに関しては、まず、チャンピオンズリーグ優勝ですね。これね、優勝してる監督っていうのは、まあ、何人もいるじゃないですか。ただ、モーリーニョに関しては、異なるチームでチャンピオンズリーグを優勝させた監督なんですね。これね、史上5人しかいないらしくて、5人のうちの1人がですね、モーリーニョで、まあ他の人もですね、紹介しますと、近年の監督ですと、アンチェロッティだったりとか、ハインケスとかいまして、あとはですね、ヒッツフェルトとか、で、あとエルンスト・ハッペルっていう方がですね、結構過去の監督ですので、僕ちょっと存じ上げなくて申し訳ないって感じですね。で、リーグ戦とカップ戦のタイトル、これですね、ポルトガルからキャリア始めまして、ポルトガル、そしてイングランド、そしてイタリア、スペイン、このですね、4つの国でリーグ戦とカップ戦のタイトル、取ってるんですね。そしてウェアチームオブザイヤー4回受賞という、これね、モーリーニョ唯一の、この実績だそうなんで、この実績で言うと本当ね、希代の名称と言って、過言ではないと思います。で、ここからですね、細かい経歴の話をしていこうと思います。2つ目ですね、経歴なんですけれども、モーリーニョ、2部での選手としてのキャリアがありました。ただですね、もう23歳の時点で選手としてモーリーニョは、限界を感じてたそうなんですね。なんでその時にですね、もう指導者としての勉強を始めまして、 FA イングランドサッカー協会のコーチングライセンスの受講を受けています。そして引退した後はリスボンでですね、リスボン工科大学っていうところに通ってスポーツ科学を学んでですね、で、イギリスで、コーチングコースに参加したりとか、このね、リスボンで体育教師として働きながらですね、いろんな子供たちの指導とかですね、コーチとしての活動をしていたそうなんですね。で、人生の転機となるのがこの人です。ボビー・ロブソン。もうね、昔からサッカー見てる方にはおなじみの、サー・ボビー・ロブソン。ニューカスルとかでやり始めた頃僕は見ていたんですけれども、このロブソンがですね、スポルティング・リスボンの監督になった時にですね、その時の会長がですね、モーリーニョと引き合わせたそうなんですね。後にバルセロナでね、ボビー・ロブソン、戦術はロナウドっていう名言を残しますけれども、もうイングランドとかでもですね、サー・ SIR の称号を得るような、そんなね、素晴らしい監督でして、この出会いがモーリーニョにとってすごく大きかったです。ボビー・ロブソン自体ですね、モーリーニョの、まあ、その言語能力、ポルトガル語に加えてですね、フランス語、英語、スペイン語、イタリア語、そしてカタルーニャ語も話せるようになったモーリーニョですので、ロブソンがですね、選手とコミュニケーション取れなかったりとか、フロントとコミュニケーション取れないことがないように、モーリーニョはすごくサポートしてくれたっていう風にですね、本人が語っています。で、もう一つですね、モーリーニョにはすごい能力がありました。それがスカウティング能力ですね。ボビー・ロブソン語ってるんですけど、モーリーニョのスカウティングレポートは素晴らしかったと、ほんと才能に溢れてるっていうのを感じたというふうに言っていまして、で、なんでそういった能力があるのかっていうところで、この父親ですよ。父親がモーリーニョ、監督だったらしいんですね。で、その父親の手伝いとして相手チームのスカウティングをしていたっていうのがありまして、なんでその頃からの、もうね、英才教育、分析官としての英才教育を受けていて、それがここでね、通訳兼アシスタントコーチとして能力を発揮できたっていう、まあそういう感じだそうなんです。で、これ給料って気になるじゃないですか。バルセロナはですね、なんと、モーリーニョがボビー・ロブソンのですね、アシスタントコーチ兼通訳として来た時にですね、月給、いくらで、このモーリーニョ雇ったと思います？7000円なんですよ。7000円じゃ生活できないじゃないですか。
なんでその7000円でですね、どうしてたかというと、当時のですね、バルサの会長、ムンニュースさんがですね、経営するホテルを間借りして、そこでですね、暮らしながら、ロブソンとですね、練習に行ってたっていう、まあそういう感じらしくて、今ね、年俸21億で、いや、ポチェッティーノよりもらうか言われてますけど、そういった時代を経験してる、このね、モーリーノの苦労人エピソードなんですね。で、まあそんなですね、モーリーノアシスタントコーチとしてですね、すごい変量を見せてたのが、こうロブソンのね、意見だったりアドバイスを選手に伝えるときにですね、そこに自分なりの解釈なんかを付け加えて伝えていたと。で、会見なんかも、ロブソンがですね、言ったことに自分のエッセンスをつけるし、なんならロブソンがですね、精神的に参ってるときなんかは、代わりに会見の担当をしていたそうなので、そういったね、ロブソンからの信頼がすごくて、その実績を買われてですね、後の、ファンハールが監督になったときにも、アシスタントコーチとして、引き続きチームを支えているんですね。なので、先日はロナウドの名言を残してですね、おなじみのボビー・ロブソンですけど、実際ね、戦術はモーリーニョっていう感じだったのかもしれません。そしてその後のキャリアは、まあ、ウィキペディアにも載ってるようにですね、まあ、ポルトガルで実績を積んで、ポルトでなんとチャンピオンズリーグ優勝させて、チェルシーでですね、センセーショナルなですね、実績を残して、そこからですね、インテル行って、レアルマドリード行って、そして今度はユナイテッド、チェルシー戻ってきてユナイテッド行って、そして今はスパーズっていうですね、数々のビッグクラブで実績を、残して、渡り歩いてるっていうふうに言っていいと思います。ユナイテッド時代なんか失敗みたいにされますけれども、ユナイテッドの戦力、特にね、センターバックとかの補強をですね、ずっと希望の補強を叶えられず、まあ、バイリーなんかを育てられきれなかったっていうところはありますけれども、それでもですね、戦力から考えて、プレミアリーグ2位にですね、して、なおかつ EL を取ったとかですね、本当は失敗って言い切ってはいけないような、まあ、その実績を残してるなっていうふうに思います。で、特徴ですね。モーリーノに関する特徴はこちらです。もう、悪役。ね。ヒールと言いますか、ダーティーヒーローと言いますか、記者会見での発言、それがね、このモーリーニョの、キャラクターを作ってるなというふうに思いまして、もうエキセントリックで、もうアナーキーみたいな感じなんですけれども、ね、ルー大柴さんみたいになっちゃいましたけど、まずですね、スペシャルワン、これね、ポルトでチャンピオンズリーグ優勝させた後に、チェルシーに来た時の会見で、ね、こう調子乗ってると思わないでほしいとか、大柄だと思わないでほしいんだけどっていうふうにね、日本語の訳によってそれ変わってるんですけど、自分の実績から言うと自分は特別な一人だっていうふうに言っています。で、あとは他の監督とのですね、やりとり。例えばですね、ベンゲルに対して失敗のスペシャリストとか覗き魔とか言ったりですね、コンテに、このね、チェルシーモーリーノの頃は10位だったから失敗繰り返しちゃいけないみたいなことで、攻撃された時にですね、自分は、コンテのこと言って悩んで励たくないからねっていうね、コンテが一番疲れたくないところ、そこをついていますし、ペップに関しても、同じようにですね、髪の毛いじりみたいなのをしています。そんな感じで争いを意図はない。なんならボビーロブソンのコーチの頃にですね、相手の監督とやり合ったりとかもしていますので、そういったですね、よくなんか選手を批判から守って自分にですね、批判の目を向けさせるみたいな、そういった意図で言われますけれども、本来のね、パーソナリティをですね、こう盛ることによって、それをまあ武器に変換してるみたいなのがモーリーノなのかなというふうに思います。で、僕がですね、モーリーノ本当はいい人説みたいなのを信じないのも、このペップのところあるんですね。まあ、レアルマドリードの監督時代、モーリーノがペップのですね、バルセロナともうね、ほんと宿命のライバル対決みたいな感じでずっとやり合ってたんですけど、その時にですね、試合中の乱闘で揉めた時に、ペップのですね、アシスタントコーチ、当時ですね、ビラノバって人だったんですけど、そのティト・ビラノバのですね、目を後ろからガッてつくっていう、そういったですね、ここまでやるみたいな、ちょっと引くような行動してまして、で、その後の記者会見でですね、こういう風に言ってるんです。ピトって誰だ？ピトにビラノバなんてやつは知らないと。ティトっていうところをピトって書いて言ってるんですけど、これピトってですね、このスペイン語で、まあ男性器と言いますか、これは医学用語なんでいいですよね。まあ僕らみんな男なら持ってるこのエブリリトルスイングのことなんですけども、それをですね、引用して揶揄するみたいなね、目ついた上で、ボロクソ言うみたいなですね、そういうことをやっていまして、なんでなんかその自分の悪役性をすごい楽しんでるのかなっていうふうにも、思う節があります。ただそういったですね、まあ相手とのやりとり、やり合いだったりとか、記者とのやり合いだけじゃなく、普通にね、名言、選手のモチベーションを上げるようなことも言ってるんですね。例えばですね、ガラタサライ戦で勝った後のコメントで、選手たちにはまだ何も終わってないと分からせる必要がある。サッカーの歴史は奇跡で溢れており、ガラタサライもそれを信じるだろうみたいなことを言ったりとか、あとはですね、その、レアルマドリードの監督としてバルサに 5-0 の大敗を喫した後のコメントなんですけど、まず私自身のモチベーションを高める必要があった。そうすれば他人のモチベーションを上げるのも簡単になる。私はバルセロナに 0-5 で敗れた監督だ。あの試合の後、私はアインシュタインのある言葉を選手たちに伝えた。電気や蒸気の力より強い唯一の原動力は、
意志の力だとね、アインシュタインはバカではなかったということだ、みたいな感じで、これね、僕自分の曲にも引用してるんですけど、そのぐらいね、こう強い言葉を持って、例えばハイネケの CM とかでもやってますけど、ほんと俳優みたいに情熱的なスピーチをできて、それによってモチベーションを上げられる監督だと思います。ただですね、ここ、3年目って書きました、特徴として。3年目のジンクス。1年目、2年目はいいんですけど、3年目にですね、選手と対立したり、フロントと対立したりっていうところの溝が深まってやめてしまうみたいなことがあるんですね。これなんかですね、モーリーニョがやってる、まあ戦術にも、理由があって、それは後ほど説明しますけど、あともう一つは、フロントとの圧力で、モーリーニョの希望を言って、フロントが聞いてくれなくてっていうのが、このね、補強、期間ごとに、それが続いていくとどんどん溝が深まるのかなっていうのもありまして、そういった複合的な理由でですね、モーリーニョに関しては、この3年目にですね、マネジメント維持できないっていうところがあるかなと思います。で、今言った、このね、3年目のジンクスにつながるですね、戦術的なところを語っていきたいと思います。モーリーニョ、すごく守備的な監督とか、選手速攻ってざっくり言われますけど、それだけではないと思いますね。相手の、対策をですね、事前に立てて、選手たちに対してすごくね、準備を徹底する監督です。それがですね、守備の部分が対策、立てやすいと言いますか、相手の嫌がることをできる監督ですので、そこの、能力ばかりフィーチャーされて、守備的な監督って言われちゃうのかなと思います。実際のところは、このディティールと原則の監督だと思っていますね。ディティールっていうところで、モーリーニョ自身ですね、モーリーニョの流儀っていう本の中で説明してるんですけど、サッカーっていうのはですね、予測できない、瞬間的な、動作によって、まあその時のハプニングとかによって結果が決まるし、またもう一つは原則。予測できることで相手への対応を準備することによってチームを作ることができるみたいな。なのでこの二つのですね、要素を噛み合わせて、自分のチームを作ってるんだなっていうのが、すごくわかる、まあ発言といいますか、まあそういった本になっていまして、原則のところはやっぱり守備のところで、このね、相手に対してどのポイントが怖いから抑えるのか。例えば、チェルシー時代なんかは、中盤にですね、まあ、エッシェンがいる時だったり、マケレでいる時だったりとか、まあ、そのね、時代によって違いますけれども、ボール刈り取るのが得意な選手がいたら、サイドにですね、この流す守備よりも、中央に引き込むような守備をして、エッシェン、マケレとか、ウィリアン・カルバーリオとか、テリーとか、そういった選手のボール奪取力をですね、活かしたみたいありますんで、このね、選手から逆算した守備の戦術なんかを考えて、それが原則、プレーモデルとしてなってるのかなと。で、攻撃に関しても、空中戦強い選手がいたら、その選手めがけて、クロスボール蹴るみたいな。特にですね、ユナイテッドの時なんかは左サイドのヤングがボール持ったらボランチから絶対フェラインに上がってくるみたいありましたので、攻撃のね、原則は決めつつ、ただその原則が、例えば最近のね、監督で言いますとライバル関係にあるペップみたいに、こうね、ポジショナルプレーとかですね、5連理論的な、そういったところまで深く入って選手の配置を変えてボール進めるみたいなところまで言及しないんで、攻撃の戦術がないって言われるのかなっていうふうに、僕は思います。そしてどんな選手を好むか。僕はですね、規律と、そして献身性だと思ってますね。走らない選手だったり、守備をきちんとしない選手に対して、もうね、ピッチサイドから、マーカースみたいなね、ラッシュオートが守備してない時すごい怒鳴るみたいな、そういうシーンもありましたし、そういうね、自分のチームのですね、この原則にちゃんと乗っ取ってない選手に対して厳しい姿勢があります。で、そのあたりはモーリーノ自身もコメントしていまして、選手が、ミスをしてしまうのは仕方ないと。ただ、チームに対して責任がないプレーをするのは許さないみたいなことを言ってるんですね。それは、自分のチームの、このね、原則がチームプレーで成り立ってるから、そのチームのために尽くせない人をなんで私が守る必要があるんだみたいに言っていますので、そういったところは、このピッチサイドでの振る舞いにも表れてると思います。で、二つ目がですね、フィジカル的な優位性。例えばですね、ワントップに、ルカクだったり、ジエゴ・コスタだったりとか、ドログバっていう選手を重用したみたいな感じで、ワントップの選手が、守備の献身性を持ちつつ、個人でですね、まあ、相手に潰されなかったりですとか、周りの選手を活かしたりですとか、そういったね、ゴリゴリいけるタイプの選手を使ってるイメージあります。で、特にフィジカルの面で言いますと、サイドの選手には上下のアップダウンの運動量を求めるところありますし、またですね、空中戦で、まあ、優位になれる選手をですね、重宝する筋年だとフェライニのパターンとかあると思いまして、どっちかっていうとそういったフィジカル面で優れなくて、サッカー IQ とかポジショニングで勝負する選手は、使われないみたいなね、ムヒタリアンとかマタとかそういった扱いされてたような、そういうイメージあります。で、あとはですね、サイドの選手の個人打開力ですね。まあ、一番モーリーニョが使いこなしてたなっていうふうに思う選手で言いますと、チェルシー時代ロッペンとダミアンダフの時が第一位政権の時なんですけれども、その後にもですね、例えば、スカウティングで、話がよく上がるのが、ペリシッチだったりとか、上下アップダウンできて空中戦も強くて1対1でも仕掛けられてみたいな、得点力あるみたいなね。アレクシス・サンチェスなんかもそういった守備の献身性を見せながら個人で、なんとか打開できるみたいな、なんかそういった選手を取ってる傾向あるなって思いまして、でですね、インテル時代はクアレスマの獲得すごい頑張ったみたいなのをですね、モーリーニョの流儀に書いてありましたので、なのでサイドアタッカーの個人突破力で、なおかつそこに献身性があるのがベストっていう風に思うし、ありますし、まあね、フォワードのね、献身的なタイプの選手をサイドに使って攻撃の時には中に入らせるみたいな、そういったね、エトーとかで、やっていたパターンもあります。で、こういったところ
ところをまとめてですね、最後は実像の話、5番目していきたいと思います。まずですね、選手の発言、これをですね、モーリーニョを紐解くのに使いたいんですけれども、今言った江藤ですね、江藤はモーリーニョに対してこう言ってます。ジョゼは友人であり、常に共にいてくれた。モーリーニョはメディアが伝えるものとはかなり違う。楽しく親切でフレンドリーだっていうふうに言っていまして、でですね、ペップ・グアルディオラに関しては、偉大なる人物であり、偉大なる監督だということは分かっている。だが実際はクソったれだみたいな感じで言ってるんですね。で、マクスウェル、一人だけね、言うとちょっとペップがかわいそうなんで、マクスウェルに関しては、二人のコーチはとても要求が厳しい。しかし違ったメンタリティがあり、全く異なるキャラクターがある。ガルディオラはより密接で穏やかな物事の伝え方をする。練習の後に彼と話すと静かに、そしてゆっくりと説明してくれる。何も言わないコーチよりはずっといいねと。まあこの言い方的にですね、モーリーニョがもっとパッションを、溢れる感じで伝えるのかなと。で、ペップのことを悪く言ってモーリーニョのことをよく言うのが、この江藤以外だとイブラヒモビッチなんですね。で、あとはモーリーニョのことをですね、すごく、称える人で言いますと、マテラッツィとか。まあこれでわかるようにですね、マテラッツィ、江藤、イブラヒモビッチに称えられるモーリーニョ。つまりですね、ワルとの付き合い方がむちゃくちゃうまいと思うんですね。なんかペップの場合はどっちかっていうとサッカー選手なんだけど、ちょっとオタク的な、そういった一面がまあ強いと言いますか、まあ、それによって理で解き伏せられる人には得意だけれども、こうパッションでやってたりとか、なんていうんですかね、こうサッカーをこう合理的に捉える以外の喜びを感じてる人に対してのですね、アプローチがちょっと苦手なのかなっていうふうに思う場面が多いんです。まあその辺をですね、こうキャリアを重ねるごとに修正していってる感はあるんですけど、モーリーニョの場合はそういったね、ワルの手なずけ方がすごい上手いなっていう風に思いまして、そのあたりは自分自身が生粋の悪役の一面を持ってるからこそ、そういったねヒール系の選手と理解し合えるのかなっていう風にそういう風に思いますね。あとは育成面、モーリーニョに関してですね、ちょっと、ペップと比べられちゃうところが、獲得してきた選手が、まあ、サンチェスだったりとか、ムヒタリアンとかですね、バイリーとか、ちょっとあんまりうまくいかないっていうか、どんどん調子悪くなっていくみたいなところがあるんですね。そのあたりは攻撃のディティール、そのさっき言ったようなですね、細かいポジショニングとか、そういったところを、詰め切れていないせいでですね、選手自身の調子がダイレクトに結果に影響して、それによってね、選手自身のメンタルも崩れていって、なおかつチーム全体の、このね、結果が出ていないと、このサッカーやってて、勝てもしないし、自分自身も活躍できないっていうところで、なんか選手自身がどんどんね、モチベーション落ちていくのかなっていうところもあります。ただですね、巷で言われてる、例えばね、モーリーニョがチェルシー時代にルカクとかサラーとか、デブライネを大成させられなくて売っちゃったのが、そのね、モーリーニョの悪い、実績だみたいに言われるんですけれども、ただね、サラーに関してはモーリーニョ売りたくないって言ってたのにレンタル出されてそのまま売られたみたいな。デブライネに関しても、モーリーニョは、レンタル出さないで出番ないけど残したかったみたいな、そういった話をしていますので、なんかその辺は間違った評価を受けちゃってるところもあるのかなっていうふうに思います。で、あとそういったメンタル面、選手の扱いの話で言いますと、まあ、マテラッツィだったりですとか、ヤングだったり、ちょっと盛りが過ぎたベテランだけど、チームにすごい貢献してくれるみたいな、ある程度ですね、選手として、サッカー選手のキャリアの酸いも甘いも知ってきた人たちっていうのは、やっぱ自分に厳しくなるじゃないですか。なんでそういった人にはモーリーニョっていうのは、こうなんですか、一つのプロジェクトに向かって一緒に頑張れる同志みたいになると思うんです。ただですね、近年で言うとポグバだったり、マルシャルだったりとか、そういったちょっとサッカーをですね、まあ楽しくやりたいみたいな、まだメンタルが成熟していない選手とちょっとぶつかる傾向があるんです。っていうところで僕はですね、妥協を許さない人情家。さっき言った江藤とかイブラヒモビッチとか、口悪いですけれども、やっぱ練習への態度だったり試合見てると超プロフェッショナルなんですね。なんでそういった超プロフェッショナルとはプロフェッショナル同士で分かり合えるところがあるんですけれども、どうしてもモーリーニョはそういったですね、まあ現代工夫の人と、ちょっと折り合いが悪いのかなって思います。なのでその辺はこう持ち上げたり調子に乗らせるみたいな、そういったマネジメントっていうのが今後求められるのかなって思いまして、モーリーニョ自身も褒めて伸びる選手と、けなしてと言いますか、厳しいこと言って伸びる選手を、こう見分けていかないとうまくやれないみたいな言ってるんですけど、そこがですね、見分けられない時っていうのがこうね、現代の子たちが育っていく中で増えてるのかなと思います。公の場で選手批判しちゃったりとかもするんですけど、ある意味それは葉っぱをかけたっていうのも言えるんですが、現代の子ほど傷つきそうだなっていうところもありますし、公の場で選手を批判してる時っていうのはですね、そういう葉っぱをかけたっていうところが半分、もう半分は生粋の悪役さ、腹立った時言っちゃうっていうね、ビラノバの目ついちゃうっていうところから来てるですね、ちょっとモーリーニョの悪い一面なのかもしれません。で、そういったところも含めて復活のポイント、そのメンタリティの部分でプロフェッショナルになりきれてない、才能がすごくて活躍してるけど本当の意味でプロフェッショナルプレイヤー慣れていない子たちをどういう風に扱っていくかっていう、まあスパーズの内側の選手たちのメンタルの状況までは僕わからないんで、そういった選手たちをですね、うまく使えるのかどうか、そしてもう一つは現代サッカーへの適応ですね。この戦術のところで言ったですね、まあ例えば、原則の部分、これですね、モーリーニョのチームって 4-2-3-1 を使う時が多いんです。で、ワントップが相手のまあフォーバックの時が多いですから、
2センターバック、この間に立ってですね、コースを切ったり相手に寄せていったりするんですね。それによって、まあ相手が縦パスを入れなきゃいけない状況だったりとか、ちょっとミスが起こる状況が起きます。って時に、今度は後ろの選手たち、例えばウイングの選手はサイドバックにつきますし、中盤のね、3の三角形。これはですね、相手に対して、まあアンカーシステムだったらマンマークになりますし、ね、相手がダブルボランチだったら逆に、モーリーニョチームが、逆三角形になって、4-1-2-3 みたいになって対応する時もあります。で、フォーバックは、相手のね、3トップとかに1枚余る形でついて、そのね、ある程度マンマークでつくんですけども、降りていきすぎる選手にはついていかないで、ちゃんとゾーンを形成するみたいな。これ基本戦術なんですね。ただこの基本の戦術って今言ったようにですね、相手のビルドアップのところ一人余らせるような戦術ですので、どうしても現代サッカー、攻撃をですね、論理的に組み立ててやるような監督がペップ以降増えてきました。ってなると、モーリーニョのこのですね、ゴール前にバスを止める戦術も厭わないみたいな、相手の、動きに合わせてやるリアクションサッカーですね。それが通用しない相手が出てきてしまうんですね。で、なおかつ、モーリーニョのですね、守備の仕方っていうのは、ある程度パターンっていうのがありますから、その崩し方っていうのは相手はですね、昔に比べて論理的に手を打ってくるようになりました。っていう風になりますと、モーリーニョのチームっていうのはボールを持てない時間が増えますし、それによって結果が出ないと選手たちのストレスも溜まる。つまり3年目の崩壊につながるっていうのが僕の中の結論です。そして一つ付け加えるとしたら、アシスタントコーチ、ルイ・ファリアっていうですね、戦術的ピリオダイゼーションとか、ここまで説明するとちょっと長くなりすぎるんですけど、まあそういったモーリーニョの参謀的な人がいなくなって、かなりコンディショニングだったりとか、試合に向けてのアプローチ苦しくなったそうなんですね。なんで新しいですね、アシスタントコーチがですね、モーリーニョ参謀としてどのぐらい機能するのかみたいな、そういったパートナーを見つけられるかっていうのも大事なポイントだと思います。なのでモーリーニョがですね、スパーズでまたリベンジと言いますか、またかっこいいモーリーニョを見せるにはですね、そういった3年目の選手たちのですね、モチベーションの管理をちゃんと戦術面からですね、やることができるのか、モーリーニョ自身のサッカーをアップデートさせることができるのか、そしてですね、スパーズ自体は補強にですね、むちゃくちゃお金使うみたいなチームではありませんので、その補強の部分でフロントと揉めないのか、この2点に注目して見ていきましょう。というわけで、レオザフットボールのガッツリ解説でした。いいね、コメント、チャンネル登録お待ちしております。そして、12月21日、リアルイベントの方も決まりました。チケット販売ページ、できましたらすぐ告知しますので、ぜひとも21日予定開けておいてくださいね。場所は新宿です。ボイ